マウロ・アレクシス・ゴメス・アコスタは、ドミニカ共和国、ペラビア・シューバに出身の元プロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。阪神タイガース時代の愛称は、ゴメちゃん、パピー。2003年3月24日に、テキサス・レンジャーズと契約。2004年、ルーキー級アリゾナ・リーグ・レンジャーズで、プロデビュー。この年は34試合に出場し、打率24。246。 1>, 1本塁打16打点だった。2005年は、ルーキー級アリゾナリーグで4試合の出場にとどまった。2006年は、A 級ベーカーズフィールドブレイズとルーキー級アリゾナリーグでプレー A プラス級では59試合に出場し、打率258、4本塁打25打点だった。2007年は、A 級 クリントン・ランバー・キングスで132試合に出場し、打率262、21本塁打、74打点に投塁だった。2008年は A 級ベーカーズ・フィールドで80試合に出場し、打率244、8本塁打、41打点だった。2009年は A 級ベーカーズ・フィールドで124試合に出場し、打率 285、28本塁打、94打点だった。オフの11月9日に FA となった。A クリントン時代2009年11月30日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結んだ。2010年は A 級ミシシッピブレーブスで133試合に出場し、打率281、16本塁打、80打点だった。 2011年は、トリプル A 級、グイネット・ブレイブスで135試合に出場し、打率304、24本塁が90打点、6盗塁だった。オフの11月2日に FA となった。2012年2月2日に、ボストン・レッドソックスとマイナー契約を結んだ。トリプル A 級、ポータケット・レッドソックスで開幕を迎え、34試合に、 出場。打率、294、10本類打、33打点を記録し、5月13日に、レッドソックスとメジャー契約を結んだ。同日のクリーブランド・インディアンス戦で、メジャーデビューを果たした。昇格後は2試合に出場したが、2打数無安打1三振に終わり、5月20日に、トリプル A 級へ降格した。降格後は38試合で打率。 326、9本類打、22打点と活躍し、7月3日にメジャーへ最小格。5試合に先発起用され、打率は333を記録していたが、7月14日にクレイバックホルツが故障者リストから復帰したため、トリプル A 級へ降格。8月に入ると、ウィルミドルブルックスが故障で離脱したため、8月18日に、 メジャーへ昇格した。この年は37試合の出場で打率。275、2本類が17打点だった。トリプル A 級では100試合で打率。310、24本類が74打点を記録し、インターナショナルリーグの MVP に選ばれた。2013年3月31日にリーフとなった。2013年4月8日にウェーバー工事を経て、 トロントブルージェイズへ移籍。移籍後はトリプル A 級バッファローバイソンズで110試合に出場し打率24929本塁が73打点に投類だった。9月5日にウェーバー工事を経てワシントンナショナルズへ移籍したが11月14日に放出された。2013年11月22日に 阪神タイガースと一年契約を結んだことを発表した。背番号は5で契約総額は年俸85万ドルを含む120万ドル。阪神では前年に獲得したコンダットが2類と3類を守れるユーティリティプレイヤーであった一方で打撃が不振だった。反省から守備よりも本類だが期待できる選手に絞り、ゴメスに白羽の矢を立てた。 なお、ゴメス以外には、その後2014年途中に埼玉西部ライオンズに入団することになるエルネスト・メヒアも、獲得の最終候補の一人に上がっていた。ゴメスは、数年にわたり 3A で成績を残しながらも、なかなかメジャーでチャンスをもらえなかったことから、モチベーションを保つことが大変だったと話しており、阪神と契約したことについて、本当に嬉しいと語った。 2014年の春季キャンプ前、妻がドミニカで第一子の長女を出産。さらに、この長女が体調不良で入院したため、キャンプへは2月11日になって、ようやく合流した。この影響で、オープン戦には終盤に出場しただけだった。しかし、公式戦の開幕戦であった3月28日の、対読売ジャイアンツ戦に4番、一塁手として、スタメンに起用され、 来日初安打、初打点を記録したことを皮切りに、本拠地、阪神甲子園球場での自身初の公式戦になった4月8日の対横浜 DNA ベイスターズ、戦まで、阪神の外国人選手としては初めて、開幕戦からの10試合連続安打を記録した。また、4月24日の対 DNA 戦、第2打席に敵地打を放ったことで、 和田豊が現役時代の1900、さらに9月20日の対中日ドラゴンズ戦で、阪神の外国人選手では初めてとなる来日初年度の100打点を達成。レギュラーシーズンでは一軍公式戦1試合に欠場したが、残りの143試合全てに4番、一塁手として出場。26本塁打を放つとともに、通算109打点で、 最多打点のタイトルを獲得したほか、一塁種としてベストナインに選ばれた。チームのシーズン2位で迎えたポストシーズンでは巨人とのクライマックスシリーズファイナルステージ4試合でステージ史上最多の8打点を記録し、日本シリーズ進出に貢献。福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでも甲子園での第一戦で2安打2打点を記録した。しかし、 第2戦以降は振るわず、シリーズ通算では0本類が3打点、打率176という成績にとどまった。シリーズの終了後には2年目の選択権を球団が保有することを条件に2年契約を結んだ。2015年は春季キャンプに先立ち1月25日に日本到着の予定であったが、その出発前、ドミニカの自宅駐車場に止めていた。 自家用車が車上狙いに遭い、車内に置いていたパスポートやビザを入れたバッグが盗まれた。阪神球団の障害担当がドミニカへ渡って、パスポートやビザの再発給を手配し、2月8日にキャンプへ合流したが、2年連続でのキャンプ遅刻となった。公式戦には、開幕から4番、一塁一種として出場。4月21日の対 DNA 戦では、 来日5歳長の5試合連続打点を記録した。しかしシーズンを通じて、甲府町の波が激しく、レギュラーシーズン全143試合に出場しながら17、本塁打、72打点、打率、271で終了。特に13試合に出場した、東京ドームでの退去人選の成績は打率、188, 本塁打0、打点0にとどまった。 不審の中にあった9月2日の対、広島東洋カープ戦では、試合前のフリー打撃練習中に、気分転換のつもりで私物のドローンを操作し、グラウンド上の選手、コーチや報道関係者の至近距離をおよそ10分にわたって飛ばすという一件があった。人物や施設への損害はなかったが、当時日本各地でドローンの無断飛行が問題になっていたことを背景に、 周辺が住宅街である甲子園で練習中に飛ばしたことを問題視した阪神球団から厳重注意を受けたこの試合では4番一塁手としてスタメン起用されたが4打数無安打3三振で翌9月3日の同カードで来日後初めて4番から5番に降格したチームのレギュラーシーズン3位で臨んだ巨人とのクライマックスシリーズファーストステージでは第2戦の1回表に 菅野智之から2点本塁打を放ち、東京ドームでこの年、自身唯一の打点を記録。続くマット・マートンも菅野からソロ本塁打を放ったため、外国人選手だけによる NPB ポストシーズン史上初の2社連続本塁打となった。シリーズ終了後の12月4日、球団は契約2年目の選択権を行使し、残留させることを発表した。 2016年1月28日に同じくドミニカ出身で新たに阪神に入団したマルコス・マテオとラファエル・ドリスと共に日本に到着。入団後初めて春季キャンプに初日から参加した。シーズンでは金本智明新監督の4番に福留光介を据える構想により開幕から5番打者を担う。4月終了時には9本類打28打点と、 例年にないペースで本塁だ、打点を稼いだことでた球団からマークされた。すると6月には月間本類だ0と徐々に調子を崩され、以降の当期は月間打率250を超えられるほど低調が続いた。休園明けである7月18日の巨人戦以後は6番での起用が増加した上に、 この年から躍進した原口文人などに一類一種のスタメンを明け渡す試合も少なからずあった。最終的に139試合の出場で打率25522本類が79打点に終わり特に1 3 3三審はリーグワースト1位であった。オフの11月15日に来期契約を結ばないことが球団から発表された。12月2日 自由契約公示された。2017年1月に韓国プロ野球のサムスンライオンズとの契約交渉が進んでいることが報じられたが、サムスンが受けるように指示した韓国でのメディカルチェックを、メディカルチェックを受けられる体の状態ではないと拒否したため破断となった。2017年オフには、古巣であるドミニカウィンターリーグのレオネスデル・エスコヒードに所属したが、 16試合へ出場して打率、121、0本類打、2打点という成績に終わった。2018年シーズンからは、どのチームにも所属することなく、一戦を退いている。超打力に優れる一方で、三振が多い。阪神時代の3年間では、実際に、アイセップは0.209、0.15、20.173と高水準を維持し続けた一方で、PA。 K は3.714.494.26と、いずれの年もリーグで、ワースト3位以内となっており、特に2014年は169三振の、ブラッド・イルドレッドに次ぐ、リーグ2位の166三振で、セリーグ史上4位、両リーグ合わせての記録としては、歴代9位。2016年シーズンは、リーグ最多の1 3 3三振を喫している。いわゆるプルヒッターであり、 阪神時代の3年間の通算では65本塁打のうち46本塁打が左方向であった。そのため専用のシフトを敷かれることがあった。また打率に比して勝負強い傾向の強いクラッチヒッターでもあり、特に2014年シーズンは得点圏打率321、109打点を記録し最多打点を獲得した。二千十六年シーズンの序盤戦では 史上最低打率での打点を獲得の可能性が論じられる記事が登場したほどである。守備面では NPB 移籍後はほぼもっぱら一類種として起用されているが、アメリカ球界時代には三類種として出場した経験もある。阪神へ先に入団していたマートンと仲が良く、サインの横にカタカナでゴメスという字を添えたり、打席の合間にメモ書きをするなど、 マートンに習って入団1年目から日本やチームに溶け込もうとする姿勢を見せた。チームメイトの今成亮太とベンチの前でヒップアタックを披露している。飛行機での移動が苦手。阪神1年目の2014年には5月14日に米子市民球場で行われた対広島戦の後、空路で移動したチームとは別に通訳と共に列車を乗り継いで大阪に戻った。 同年11月にドミニカへ帰国した際は、新神戸駅から新幹線で東京駅まで移動し、関東の空港からの航空便を利用した。阪神入団時の一軍監督、和田豊は、ゴメスの獲得に至った決め手として、メジャーリーグへの初昇格直後の対、ニューヨークヤンキース戦を挙げた。ゴメスはこの試合で、第2打席までヤンキースの先発投手、 黒田広樹の前に凡退しながら、第3打席で勝ち越し的自打を放った。和田は、日本人投手の典型である外角へのスライダーを拾って、的自打を放ったシーンの映像を通じて、試合中での対応、修正能力の高さを感じたという。30歳の誕生日だった2014年9月7日の、対中日戦6回表の打席で、 中日のユータが投じた3球目の内角ギリギリのストレートを球審の原真一郎がストライクと判定したことに抗議し、ボールの軌道をなぞるように打席の線をバットで引く仕草を見せたところ、原への侮辱行為として NPB で自身初の退場処分を受けた。記録は三振。2018年オフ、ジェフリー・マルテとの契約交渉のためにドミニカ共和国を訪れた。 阪神の障害担当者と再会し、正式契約の際には案内役を務めた。ありがとうございます。